唐辛子 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は2017年2月下旬に入ってまいりまして、このように車の中で動画を撮っております。ちょっとね、くしゃみがしたくなっていた。これはもしかしたら花粉かもしれないな、そろそろ。まあそれはいいです。まあ、くしゃみも我慢したがこんな変な顔になるな。それもそも光で見えないのも光のこのそれ、今日ですね、まあ、いいことがあったというか悪いことがあったというか、悪いことはないですね。いいことがあってですね、いいことっていうほどいいことじゃないんで、いいことじゃないんだけど、心が温まるような、まあ心温まんないかもしれないけど、お客様からたこ焼きを差し入れていただきまして、よかったですね。これ美味しいとか美味しくないとか言ってるわけじゃありません。いや、ちょっと待って、その前に美味しいかったですね。あのね、別に銀だこだとかそういうたこ焼き屋さんじゃなくて、どこのたこ焼き屋かわかんないんだけど、なんか普通にパックに入って、透明なで、それがビニール袋に入ってですね、用事っていうかちょっと長めの用事だったな、結構長めの用事だった。あれが1本だけ入っててですね、もうビニールのパックですから、どこのたこ焼き屋さんとかも本当わからなく、特に無名でね、お店もどこで開いてるかもわからないようなたこ焼き屋なんですが、で夜じゃなくて昼間なんで、昼間とか夜とかの問題はまあ別にどっちだっていや、今ねあんま関係ないもんね。でですね、いただきました。やっぱりね、たまに食べるたこ焼きって美味しいですね。すごいこだわってるたこ焼きってないじゃないですか。例えば銀だこだとか、あとこだわってるたこ焼きがどこなのか分かんないけど、そういうたこ焼き屋さんとかってあると思うんだけど、そうじゃなくて本当にどこの誰が作ってどんなたこ焼きも分かんないのたまに食うっていうのもね、結構味わいでいいもんだなと。やっぱりね、その味がね、これがめちゃくちゃうまいとかね、そういうのも特にないし、まあ、美味しかったよね。でそのお土産でね、いろいろこうお菓子を買ってきてくれたりする人っているわけですよ。クッキーだとかそういうお菓子を買ってきてくれたり人とかもいるけれども、まあ、いわゆる生ものですよね。そのでフルーツもあったりすることもたまにありますよね。そういえば、まあ、お見舞いなんつった時はね、フルーツ持ってったりすると思うんですけど、たこ焼きをもらうっていうのは生ものですから、生ものっていうかその火は通ってるけども、その場で食べないとダメなものですから、いただいてね、やっぱりああいうものをこうパッと持っていてくれるのがすごい嬉しいですね。お菓子とかはさ、確かにその場で食わなくてもいいけど、別に食わないまま終わっちゃったりすることもないわけじゃないじゃないですか。まあお菓子もあったら嬉しいでしょ、嬉しいですけど、そのたこ焼きをくれたってことにまず心が温まったし、久しぶりにたこ焼きを食べて美味しかったと。でセブンイレブンのね、冷凍でチンして食べるたこ焼きとかが、あれ夜お酒飲みながら、だからさっき夜とか昼とかの話したのかな、お酒飲みながら食べたりすることもあるけど、あれはあれ美味しいけど、作ったたこ焼きいいですよね。なんかね、喋ろうとしてて忘れた。大阪行ってたこ焼き食べたりするの、あれもあれでたこ焼き屋さんのたこ焼きで熱々で美味しかったりするけど、そう今日みたいに食べてですね、本当に嬉しかったです。そうだ、思い出したっていうのは、これでだって喋ってる時に何かをこう、本当に原稿も何もなく喋ってるから、何かについて喋ろうっていうのをふと思いつくとがあるわけですよ、この喋って途中にですよ。で生物だからって言った時に、たこ焼きをもらって嬉しかったって言って、お見舞いとかにフルーツを持っていくことがありますよねって話をしたんだけど、その時思い出したのがね、大学時代部活の後輩が骨折しちゃって、部活中に、あそうだ、そいつはで2人、何人か骨折した人いるんだけど、2人がね、隣同士でね、ベッドに入院してたわ。あれ違ったかな、別々の部屋だけど、2人が同じあれに入院したのかな、まあ、間違いなく病院は同じだった。で2人が同じ2人がその隣同士で入院した気がする。でも6人部屋とかだったんだよな。なんで6人部屋が分かるかって言ったらね、お土産にね、お見舞いにね餃子ね、焼いたの持ってったんだよ。そう、その時の写真もしかしたらあるかもしんないな、今でもな。で餃子持ってったら、1人のやつはその場で開いて食ったんだよ。でもう一人のやつは、やめてくださいやめてくださいみたいな、ケンタさんやめてくださいやめてください、今ここに来たら他の人に匂いが出ちゃうねみたいなこと言ってて、そうだそういうのあったね。そうそんな感じでですね、何の話をしようか分かんないまま、たこ焼きをもらったことについて喋ろうと思ったけど、途中でその餃子を買ってったっていう話を思い出して、お見舞いに、で餃子の話を喋り終わったところで、この辺で、今日の動画を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。あのたこ焼きじゃなくて焼き餃子を見舞いで持ってった写真撮った気がするけど、あるんじゃないかな。もう12年ぐらい前の話だから、もしあったらもうちょっと本人のね許可を取るのはね、もう難しいと思う。
ていうのはね、一人はね部活辞めちゃったんじゃないかな。それか1年の時の4年とかだから、逆ね、私が4年の時の1年生の時だから、いや私が4年生の時の1年生だから、あんまりこう卒業してから印象がないのかな。でもう一人の人はね、有名な話なんだけど、もう連絡がつかないと。でつかないと別に悪いことしたわけじゃないんだけど、つかなくてある場所で目撃してるっていうことが、何人かがその人のことを目撃してるんですよ。田舎に帰らず、帰らずっていうか別に帰んなくたっていいんだけど、目撃して悪いことじゃないんだけど、その人じゃ家をね、代々こういろんなものを、いろんなものというか家をが仕事やってて、結構そこはちゃんとした仕事で、もうみんな行ったことがあるっていうか見たことがある仕事でやってんだけど、なぜかそこだから、それでね多分みんなの連絡とかもね出ないみたいです。まあそんな感じですね。その写真があったらこの話もアップします。当時の写真がありまして、こちらが骨折してしまった後輩をお見舞いに行った時の写真です。学校周辺で一人暮らしをしていた部員数人で行きました。焼き餃子をお土産で持って行った写真も見つかりました。こんな感じで焼き餃子を嬉しそうに楽しそうに食べてくれております。お見舞いに部員数人で行くと、みんな一人暮らしで仲がいいので、家にいるかのようなリラックスムードでお見舞いに行ってしまいます。でこちらの写真は何かというと、入院先の病室でコントや一発芸をやって入院してしまった人を励ましている様子です。ちなみに私の学生時代の写真がこちらでございます。と、写真をね使っていいですかって許可は取れないから、まあモザイクというか顔とかにはね隠し部を入れますけども、そういう感じでございます。ということでですね、今日も6分以上喋りましたので、この辺で動画終わりたいと思います。どうもありがとうございました。